はい、こんにちは、水くんです。今日はですね、今近鉄の奈良駅いるんでね、ちょっとね、近鉄の奈良駅どんなんか紹介してみようかなと思います。はい、で近鉄ね、もしよかったらね、これね、歩いてね、1.1 キロ先には奈良 JR 奈良駅もあるんでね、そっちの方もね、紹介できたらいいかななんて思ってます。そんな感じでちょっとね、歩いてみましょう。はい、それではよろしくお願いします。まず近鉄奈良駅からの紹介いきましょう。はい、すごいね。さあ奈良駅、すごいですね。京都行く電車もあれば、神戸三宮行く電車もあるんでね、すごいですよね。結構いろいろあります。本数的には、4つでしょうか。ホームは4つ、線路も4つありますね。京都行き特急もあります。まあこんな感じですね。奈良駅の中なんですけど、まあ、地下になってるんでね、あれなんですけど、ちょっと名古屋駅、まあ、名古屋駅より規模はちょっと小さめなんですけど、まあ、そんな名古屋駅を思い浮かばせするような駅になっております。すごいですね、上も。ガチャガチャがある。最近ガチャガチャ人気なんですかね。お土産屋さんとかもありますね。お土産屋さんすごいですね。さあ、じゃあちょっと外出てみましょうか。これとかね、なんかシックでいいですよね、このコインロッカー。
すごいね。さあ外出てみましょう。ようこそ奈良へ。すごいな。広い。お、セント君がいます。セント君、ちゃんとお土産屋さんもありますね。お土産屋さん、こうやってね、当駅難波まで570円。さあ地上に上がってきましたね。どんなところなんでしょうか。すごい。言うほどでもないかもしれない。都会よ、都会。すごい、ポストがすごいことになってるね。まあこんなところですね。ということで今近鉄奈良駅にいるんですけど、 JR 奈良駅行ってみますか。はいはい、ということでね、JR 奈良駅にやってまいりました。歩いてきました。すごいね、吉野桜の湯お宿、結構なんか高級そう。すごい高級そう。天然温泉って書いてますからね。はい、奈良駅、これすごいなんか歴史的建造物っぽいですよね。はい、でこの横にね、奈良駅のあのターミナルがあるんですけど、すごいですよね。ここは近鉄に負けてないですよね。ターミナルもバスターミナルもすごい優秀。これは近鉄に負けてませんよみたいな感じですよね。前の道も大きいですし、アクセスもしやすいと思います。バスが結構出てるんで。ということでちょっと構内に入ってみましょう。でホームまでね行ってみたいと思います。いやこれはね、でもね、近鉄は地下にありましたけど、これは高架されてるんで、どんなところなんでしょうか。楽しみです。買い物するところもちゃんとありますね。ベレーラっていうのかな。はい、ちゃんと飲食店じゃなくてショッピング街みたいですね。あ、その中にお土産屋さんもあるのかな。いいところですよね。さあ奈良駅です。これ見てください、すごい階段ですね。
読めるもんね。奈良市はリニア中央新幹線新駅誘致取り組んでますって。すごい、この天井、この木の作り、見てこの柱、すごいな。これすげえ、すごいですね。これはね、いや奈良に来たって感じですよね。すごいですよね。いや圧巻の奈良です。はい、圧巻の奈良ですよ。うわ、全然近鉄も、近鉄の周りも、近鉄奈良駅の周りもすごかったけど、 JR すごいね。これは甲をつけがたいですよね。すごいすごい。どちらも都会。さあちょっとホーム入ってみましょうか。入場券買ってホーム入ってみたいと思います。これ建物もすごいからね。ちょっとお土産屋さんとかがどうなのかなっていう感じはするんですけど、本数もまあかなって感じがしますよね。結構ありますもんね、本数。奈良から難波まで。JR 難波まで570円。これはちょっと甲をつけがたいですね。すごいね。まあ、ちょっと中入ってみますか。行ってみましょう。じゃん。よし。レッツゴー。お、セント君いますね。頭からセント君がいます。まあ、適当に登ってみましょう。また奈良へお越しくださいってエスカレーターに貼ってある。これ結構いい、ナイスアイデアですよね。いや、いいアイデア、これすごいね。しかも中国語とか韓国語でも書かれてる。ナイスアイデアです。さあ、どんなところかな。おー、すごいすごい。すごい。ただもね、本当ね、いろいろありまして、大阪ナンバーの方行くね、路線と、
京都の方行く路線、あと京都のね鴨っていうところ、鴨からまあ関西本線のね、僕らが住む三重県亀山まで行く路線と、もう一個ね王子、和歌山線あったんかな、王子まで行くね、線の、まあ王子とナンバーは一緒なんですけど、桜井経由まほろば線っていうのがあるんですよね。もうちょっとしたらあれ出発すると思うんですけど、まほろば線っていうのがあります。大和路快速西九条大阪方面行きは2番乗り場から発車します、うん、回送試運転になってるけど、これは変わるんかな、回送試運転になってます。さあ、まあこんな感じですね。はい、ということでね、いかがだったでしょうか。近鉄奈良駅なんですけど、ちょっと甲をつけがたいですよね。すごいね、どっちもやっぱり栄えてる町、駅、栄えてる駅なんで、ここはね、なかなか甲をつけがたいなんですけど、どっちの方が良かったでしょうか。はい、ということでね、駅の紹介、近鉄奈良駅と JR 奈良駅を紹介しましたけど、またね、いろんな駅紹介してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。失礼します。ありがとうございました。失礼します。